夢ラジオ第1975回、今日は令和2年2月21日金曜日です。時刻は午前8時、横浜港北、朝です。東から昇る太陽、まぶしいですね。港北の街、斜めから光あたり、街が白く浮き上がって見えます。今日もあったかくなりそうです。春が来ました。暖房はもういりません。梅も今横浜では満開ですね。リスナーの皆さんとこどうでしょうか。さて、朝の港北見ながらの放送、今回は野球選手、そして監督、そして解説者、野村克也取り上げます。野村克也さん、亡くなられましたね。野村選手についてお話ししましょう。まあ、テレビ出てきて、なんかボソボソっとこう話しながら、けれどそれが結構当たってたりして、この解説者のおじさんすごいなぁと思ったリスナーの皆さん多いことでしょう。かつてはパ・リーグ南海ホークスの選手でした。野村選手はもともとは京都の人で、で高校出て南海ホークスで、南海ホークスでも27年ほどやってるんですね、選手の生活を。しかもその選手生活のうち何年ぐらいでしょうか、10年以上だったと思いますが、監督兼選手という、こういう、まあ、今ほとんどこの形式はないんですけど、まあそういうことをやってたお方なんですよ。つまり監督なんだけど、キャッチャーもやってますって人。今はもう野球もすごく細分化されて、ピッチャーだって完投しないし、バッターもすぐ代打という。けれど当時はピッチャーは完投するもの、最後まで投げるもので、まあそういう、なんか今と比べて大雑把だったんですね、役割が。ですからまあ監督やりながら選手もやるっていう、それもできた。今は無理です。監督にはもう監督がやるべき細かな仕事がいっぱいあって、とても選手と兼ねられる状況ではないですね。本塁打数、安打数、あと打点数っていうんでしょうか。こういうのでも歴代、何位っていう、そういう記録をたくさん持ってらっしゃるお方ですね。やっぱすごかったんですよ。ただし、まあ、本塁打数っていうと、なんか、王貞治っていうね、ジャイアンツの。ですから、なんとなく、かすみがちだった。パ・リーグにいたというのも大きかった。今と違って、そうですね、60年代、70年代、80年代ぐらいまでのパ・リーグって、もう、完全にセ・リーグに負けてたんですね。その完全に負けてたパ・リーグで、まあ頑張ってた野村さん。ですから600本の本塁打を打った時にも、なんかね、そのスタジアムが観客で埋まりそうじゃないですか。
もうパラパラだったようですね。もう南海ってそういうチームだったんですよ。あ、しかも南海ホークスって今どうなったんでしたっけ。南海ホークスは今ないし、これがオリックスになったのかな、どうなんでしょうね。まあ、いずれにせよ南海ホークスってもうファンがいない球団のなんか代名詞みたいで、昔アブさんっていう漫画があってね、野球漫画ので、アブさんっていう南海ホークスという人気ない弱小チームにいる、しかも代打専門のそのバッターが、けれど代打に出て打つっていう、結構でも流行りましたね、アブさんっていう漫画は。まあ、そういう南海ホークスなんですよ。で、そこでまあガンガン打ってたと。三冠王もやってますね。ですから、その後同じパ・リーグで落合光弘ってお方が三冠王を達成したり、また記録塗り替えたりしましたけど、まあ、落合の先輩には野村選手いた。で、その南海に27年ですかぐらいいて、その後なんか西武でもちょっとやってらしたようですね。この辺の事情はちょっと私も分かりません。というか、南海にいた頃も私は全然分からないんですけど、まあそうだったんだよということです。ですから、私にとってもやっぱ野村さんっていうと、もう解説者または監督ですね。西武にいた時、一番最後ですけど、自分に初めて代打が、代打はされちゃったんですね。代打をされるっていうのは、自分の打撃番が来て、で、自分の代わりに別なバッターが出たと。つまり、こいつじゃダメだと。野村さんの、選手生活の中でも初めてだったですね。自分の打席で代打をされるというのは。で、犠打を打てばいい、そういう場面だったんですけど、そのバッターに対して、三振でもしろぐらい思ってて、で、実際犠打すら打てなかった。ざまあ見ろと。で、野村さん、犠打打つのうまかったから、まあ野村さんが出たら打ててたかもしれないんですけど、その時ハッとチームの負けることを願ってる自分、チームが勝利しないことを願ってる自分、ここで引退決意した。この話も有名ですね。で、引退ですよ。で、そこから、まあ、解説者野村というね、そういうお方になっていきましたが、やがて90年代に入って、なんとヤクルトスワローズ、弱かったんですよ、ヤクルトって。ヤクルトスワローズの監督、しかも全然縁もゆかりもなかった外様で監督として来た。もうそもそもパ・リーグの野村さんだし、で、なんでセ・リーグの、いや別に理由ないんですよ。ただ野村さんすごいからということで、で、そのヤクルトという、まあ、弱かったチームをですね、セ・リーグの優勝、そして日本一になるような、そんなチームに育て上げた。ですから、やっぱりここら辺ですよね、野村さんって言ってこう思い浮かべるのは。ちょうどヤクルトで今でも傘差して応援してますね。あれやり始めたのがこの頃ですよ。そして、ちょうどこの頃、今解説者として頑張ってる保守の古田さんでしたか、
この星を、見出して使ってたのも野村さんなんですね。あ、野村さん自分も捕手、キャッチャーで、だからまあ捕手を見る目はあった。あ、そうそう、野村さん捕手だった時にね、まだ現役で、なんかささやき戦法かなんかって言って、なんかバッターに聞こえるようになんかベラベラっと喋るっていう、だからバッターとしてはそのなんかささやきに心惑わされて打てないっていう、そんなことをやってましたね。次カーブで行こうかな、ストレートやとか言いながら全然違う球種が来たとか、あるいは場合によっては相手のバッターのこといろいろ調べて、南のホステスとうまいことやっとうかとかなんとかっていうのを打つ直前に言われるもんだから、バッターガクーって感じで、そのね、バッターが審判に抗議してる、なんか今見れば笑えるシーンもありますよ。で、野村さんが捕手の時に、ちょうど南海にいたでしょ、野村さんが。で、阪急ブレーブスっていうののセンター、一番バッターに福本豊っていう、これまた足の速いのがいて、すごい盗塁やってたんですけど、この福本を盗塁刺してたのは野村捕手なんですね。だからバッターとしての記録が多いと言われますが、野村選手は。けれど盗塁阻止率もすごいんですよ。だからキャッチャーとしてもすごい。だから後の、イチロー選手、2000年代に入ってからの、バッターもできりゃ守備もすごいっていう、元を正せば野村選手にこう遡るわけですね。さて、野球の監督としてまたスタジアムに帰ってきた野村さん、ノムさんって言われてましたね。ヤクルトを優勝に導き、日本一にし、そして阪神の、監督もやってましたね。で、阪神の監督の時には、どうだったんでしょう、優勝はできたんでしょうか、どうでしょうか。で、その野村さんの後に星野監督ってお方が引き継いで、でこの星野さんが阪神を優勝に導いた。だから星野監督の手腕さることながら、その前にノムさんの種まきがあったから、これもよく言われましたね当時。で、うまいこと采配が当たった時にはベンチでえへへみたいな、なんかあれがなんかかっこよかったですね、野村監督。テレビでもよく野球解説者として出て、で、ピッチャー、そしてキャッチャー、そしてバッター、どんな人についても話せるという、ご自身がね、選手だったからというのもあって、貴重な、存在だったんですけど、今回亡くなられました。幸男さんっていう、なんか後妻があって、でこの幸男さんとの関係が一時なんかいろいろ報道されてましたね。私はほとんど見てませんが、なんか幸男さんっていうのはひどく言われてるなぁと、メディアでね、そういうこともあったお方です。パ・リーグ、その後セ・リーグと肩を並べるような球団となり、球団っていうか球団リーグとなり、ですからそうなるための礎で作った野村選手ですね。監督としても存在感十分。長嶋監督になり、王選手が王監督になり、星野投手が星野監督になり、
等々ですね、かつてのスター選手が監督としても采配を振るい、スタジアムを沸かせる。どうでしょうか。今もう野球は全然見てないんですけど、パ・リーグ、セ・リーグでなんか花になる監督いらっしゃるんでしょうか。今原監督、ジャイアンツの、原じゃないのかな、高橋由伸でしたっけ。もうちょっとなんかかつてのね監督たちにはちょっと及んでないというんでしょうか。だから野球そのものが、プロ野球ね、今人気落ちてるって話なんだけど、やっぱり野村監督みたいな人がいないからっていうのは大きいでしょうね。いや、しかもね、実は今、清原監督とか桑田監督があっていい時期なんですよ。で、彼らがかつての名選手として、スタジアム、あるいはフィールドに立つと。けれど、その桑田や清原がヤクザとの関係指摘されて、ささやかれて、で、清原はもう完全にアウトですよね。だから KK コンビのそういう責任も大きいといえば大きいんですよ。監督できる器だったんですけどね。だから桑田なんかもたまに野球教室みたいな感じで、それなりの桑田理論みたいな披露してますけど、じゃそこまでのこと言えるんだったら、あと采配もできるんだったら、どっかの監督からお呼びが来そうなもんだけど、全然来ないのはさっき言ったその理由のわけなんですよ。清原にしてもね、監督として、あの人面白い人でしたから「おう」って感じで、ワイヤーっていう、キファラやみたいな、ノリで細かいことをこだわらず、三振してもいいから打ってくいやみたいな感じで、だったらもう選手は発奮して、高校野球の監督でもいい、プロ野球の監督でもいい、自分で少年野球立ち上げたっていい、何でもできたはずなのに、どうして清原、悔しい。さて、野村さんの話しながらいつの間にか清原選手の話になってしまいましたが、これで再び今沈みがちなプロ野球の人気影を落とすんじゃないか、そんな気がしてきますね。かつての野村監督、まあ選手の頃ね、知ってらっしゃるっていうのはちょっと年配の方かもしれませんが、野村監督の雄姿、心にある人は多いでしょう。夢ラジオ1975回、今回はプロ野球選手、南海ホークス野村克也取り上げました。金曜の朝です。